皆さんこんにちは。ミッションエドクリスチャンフェローシップの牧師関根和夫です。今日は11月28日水曜日、今日の聖書の箇所ですけれど、旧約聖書の歴代史第2の21章1節から10節まで、タイトルが次世代のためにすべき正しい選択となっています。歴代史第2、21章、1節から10節。ヨシャパテは彼の先祖たちと共に眠り、先祖たちと共にダビデの町に葬られた。その子ヨラムが代わって王となった。彼には兄弟たちがいた。ヨシャパテの子たちで、アザルヤ、エヒエル、ゼカリア、アザルヤ、ミカエル、シェファテヤであった。これらは皆、ユダの王、ヨシャパテの子たちであった。彼らの父は、彼らに、銀、金、えりすぐりの品々など、多くの賜り物を与え、また、それとともに、ユダにある防備の町々を与えたが、王国は、ヨラムに与えた。彼は長男だったからである。ヨラムはその父の王国に立つと勢力を増し加え、その兄弟たちを一人残らず剣にかけて殺し、またイスラエルの司たちのうち幾人かを殺した。ヨラムは32歳で王となり、エルサレムで8年間王であった。彼はアハブの家の者がしたようにイスラエルの王たちの道に歩んだ。アハブの娘が彼の妻であったからである。彼は主の目の前に悪を行ったが、主はダビデと結ばれた契約のゆえにダビデの家を滅ぼすことを望まれなかった。主はダビデとその子孫にいつまでも灯火を与えようと約束されたからである。ヨラムの時代にエドムが背いてユダの支配から脱し、自分たちの上に王を立てた。ヨラムは彼の司たちと共にすべての戦車を率いて渡っていき、夜襲を試み、彼を包囲していたエドムと戦車隊長たちを撃った。しかしなおエドムは背いてユダの支配から脱した。今日もそうである。リブナもまたその時に背いてその支配から脱しようとした。これは彼がその父祖の神主を捨て去ったからである。旧約聖書の歴代史第2の21章の1節から10節まで、サブタイトルがここに書いてあって、ヨラムの悪行というふうになっていますけれども、ヨシャパテの後の王様ヨラムという、この人長男ですね。しかし何かとんでもないことをするんですよね。どういうことかと言いますと、彼には6人の弟がいるんですけれども、4節にですね、ヨラムはその父の王国に立つと勢力を増し加え、その兄弟たちを一人残らず剣にかけて殺し、またイスラエルの司たちのうち幾人かを殺したとこうあって、殺伐とした出来事ですね。弟たちを次々に殺していく。そして他の部下たちも殺していく。で、ヨラム32歳で王となり、8年間王であったとありますけれども、お父さんのヨシャパテが25年間ということを考えると、8年間というのは短くはないですけれども、でもやっぱりそれほど長いわけでもないんですね。で、これなんでこんなことになってしまったんだろうと、せっかくお父さんが、あるいはおじいさんが築き上げた非常に平和に満ちた状況の中から、なんでこんな状況が起こってしまったんだろうというふうに読んでいきますと、6節にですね、彼はアハブの家の者がしたようにイスラエルの王たちの道に歩んだと。
アハブの娘が彼の妻であったからである、というふうにこう書いてあってですね、なんかこれ奥さんが悪いんだ、奥さんがというふうに言ってる感じですよね。まあそれだけある意味で彼は奥さんからの影響、それは何かというと、この奥さんのお父さんはバールを拝むということに熱心でしたし、その宗教というのを非常にこうある意味で信奉し指導していましたから、その影響があってですね、そっちにどん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 引っ張られていく、これ悲しいことですね。夫婦揃って同じ神を拝む、同じ神の前に本当に平和を求め、愛を求めて、そして清さを求めて生きるというのであればいいんですけれど、その部分がないんですよね。ですから残念ながら、こう非常にこう悲しい出来事が起こるんです。具体的には何かというと、ヨラムの時代にエドムが背いてユダの支配から脱し、自分たちの上に王を立てた、これ8節ですね。そしてリブナもまたその時に背いてその支配から脱しようとしたとこうあって、これは10節ですけれども、要するに自分の支配下にあった国々がどん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 こう離脱していく、離反していく、もうなんかうんざりしちゃうんですよね。あんなやつのところで生きてられないよというような感じで、やっぱりこれには王様ですからね、もうちょっと謙虚に気づくべきなんでしょうけれども、でもそれが気づかないんですよね。で、まあさっき言ったように奥さんの影響はとても強くて、まあ、奥さんとある意味で心を、そこで心を一つにしてしまったのかもしれない、とにかく大丈夫というのでその線から離れないわけですけれど、しかしここに一つの希望があります。7節です。主はダビデと結ばれた契約のゆえにダビデの家を滅ぼすことを望まれなかった。主はダビデとその子孫にいつまでも灯火を与えようと約束されたからであるとあって、どんな状況の中にあっても神は憐み深く誠実にその対応しようとし、神はこんな状況にあってもこのヨラム王と、そして奥さんのそのアーブの娘と言われているこの人に悔い改めを求める、憐み深く接し悔い改めを求めようとする、つまり神様はダビデと交わした契約を永遠の契約として守ろうとしていて、状況がどうあれ全部をこうワイプアウトしてしまうというか、それをせずに許しを提供しようとし、やり直しを提供しようとし、そういう意味では神様の優しさというのがここにあるんですね。つまりいろんな際にこの王様は悔い改めるチャンスはあったはずなんです。ここでやめて神のもとに立ち返ろう、神が喜ぶことを生きていこうというチャンスはいっぱいあったはずなんですけれども、その一つ一つを彼は踏みにじっていくんですよね。でその結果国がこうどん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 こう弱くなっていく、そして反対勢力がどん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 強くなってしまうということが起こる。もうこうなってくると、なんかこう雪だるま的にですね、どん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 こう自分のこうなんて言うんでしょう、欲望にはしがみつくけれども神から離れてしまうので、周りがどん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 こう自分から離れていってしまうし、自分も置き去りにされてしまうというところに置かれていきます。彼の末路の寂しさがもうすでにこの状況の中で浮き彫りにされているような気がします。でも残念ながらこういう出来事は私たちの中にもあるんですよね。それはね、良い立場を与えられ成功しうまくいくと、なんかそれが自分の手柄のような気がして、いや神様の助けなんかいいよ別にというふうに考えやすくなってしまう、あるいは自分の気に入ったものだけを取り込んで他のいらないいらないという感じでこう切り捨ててしまうというか、努力をして和解をするとか、努力をしてみんなと一緒にやるという、そういう方向を選ばなくなってくる、人々との平和を求めなくなってくる、抑圧して殺してしまえばそれでいいというような思いが伸びてきてしまう。そこには決して神の喜ぶコミュニティは生まれない。そんなことをちょっと今朝考えました。
ヨラムは王として8年間君臨しましたけれど、でもその間殺人があり、自分の兄弟を殺すということがあり、そして偶像礼拝があり、神様からどん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 心が離れていった。その結果、それまでは親しく支援的な関係であったエドムという国、リブナという国が離反し離れていく。どん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 孤立していく。で、その原因というのを非常に端的に十節の終わりのところに、これは彼がその父祖の神主を捨て去ったからであるとまとめられています。主を捨て去る、これは恐ろしいことです。でもこの神様は愛にあふれて悔い改めを願い、悔い改めるチャンスを与え、憐れみ深く私の立ち返りを待っています。このヨラムも立ち返るべき時期があったはずですし、それに気づくべきでした。でも彼はそれに気づくことなく、奥さんと一緒にまっしぐらに神様の嫌う方向へと進んでいきました。それが私にあなたに起こらないようにと書き留められているのが今日の箇所なのだと思います。一言祈りましょう。恵み深い天の父なる神様、どうぞ私たちがヨラムの道に歩むことがないように、悔い改めるべき時には悔い改め、正すべきことは正し、本当に日々の生活の中であなたと本当に正しい絆の中に生きる、そんな決意を持って一日一日を丁寧に生きられるように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。